ルーアン海洋博物館はフランス最大の港の一つであるルーアンの港の歴史について展示する博物館である。1999年に開館した。博物館の展示のメインテーマは次のようなものである。トロール船や橋家のモーター、かつてリツレ川の入り江に位置していたミストベルダイビング機材、1960年代のラジオキャビンの複製なども見ることができる。 博物館の中央には、クジラの全身骨格が展示されている。沖に上がって死亡した7歳の流すクジラのものである。また、ポンポン、バージと名付けられた38メートルもの長さの石で、できた橋気が、展示室に展示されている。その他にも、ルーアンの運搬橋やバイキングに関するものなど雑多な、品が一時的に展示されている。博物館のある、第13格納湖博物館は、 ギュスターブ・フローベール橋からそう遠くない、かつて港の格納庫があった場所に位置している。格納庫は1926年に建てられ、1966年にポートアウトの目でローエンと名付けられるまでハンガー・エムと呼ばれていた。この格納庫は北アフリカとの航路を開いたスキアフィのカンパニーによって購入される1970年代まで放置されていた。 専用のワイン格納庫ができるまではワインを貯蔵するために使われていたが格納庫が作られてあとは果物の貯蔵用に使われるようになった。1970年代から1984年までこの格納庫は多くの会社によって使われたが次第に港の構造に合わなくなったため使われなくなった。ありがとうございます。